顔出し NG の人もいっぱいいるんでね、僕だけ顔出してます。さあ豪輝、なんかもうだんだん誰か分かんなくなってきたけど、おそらく豪輝なんで、名古屋のマッキーさんかな、マッキーさんの豪輝対井上さんのオロ。さあ井上さんが調子よく勝ってる。シュワシュ大パン、そしてブロッキング。これこないだのあれだよね、オロマスターズ来た時に裏剣も負けちゃったからね、結構豪輝きついのかな。うまいブロッキング、そして中足に、うお、すごいところに井上さん出てきた。いやーほんと、うわーアシュラアシュラで逃げる。とにかくオロに近づかせないように時間を稼いでいく。いろいろやってくれてる。飯食ってたら重ねに秘書認定をされていた。ごめん、喋ってもらうのね、もったいないよね。大きい対戦会とか行ったことない。60人とか100人とかびっくりですね。そうですね、かなりの人数がいるんで。はい、一応運営からのお知らせででしてね、間の踊り場にですね、こんな風に寄せ書きの板を設置してありますんで、よければ大井川に来た際の、まあ、記念としてよければ一言書いてっていただければと思います。はい、まあ寄せ書きかけに来るだけでもいいですよ。これで豪輝は死んでしまうかな。ミスる、うまい、早い前中間。